Let me tell you a story about a man. I have all the reasons to hate him. But you know what? I love him. So I'll tell you. It goes like this. はい、皆さんお疲れ様です。2023年最後の動画はワイプアウト特集です。なぜこのワイプアウト特集をするかっていうことですね。ワイプアウトっていうのはやっぱり、すごい自分の直さないといけないところがすごい出るんですよ。で、まず最後にここを持ってきて、来年のとこに反省点として目標を立てていけたらいいかなと思って、去年からワイプアウト特集を載せてます。そして、験担ぎとしてですね、ワイプアウトはもうサーフィンだけでしとけばいいかな、みたいな。ワイプアウトはサーフィンでたくさんしても、まあ、ちょっと危ないシーンとかもあって、正直頭打った時にフィンが目の前って、これ頭突き刺さってたらやばかったなっていう時はありました。まあ僕らみたいな一般人やったら多分フィンが当たるとすごい、まあ、すごい勢いでぶつかると結構危ないんで、まあ一人ね、僕の知る中一人頭すごい勢いで打ってフィンが潰れるっていう、まあ、怪力の方、まあ、誰かわかると思うんですけども、そういう方もいてるんですけども、それはもう本当にもう稀で、もう日本人口探しても 1% いかないと思うんじゃないかっていうぐらいの稀だと思うんで、まあ、大体の人は危ないです。まあ、そんな感じですね。もうサーフィンの方にワイプアウトしてですね、まあ、験担ぎとして、安全祈願、交通安全と思って、車とかではもう安全で行けたらいいかなと思って、ワイプアウトの、ちょっと、こう、不運というか、まあ、そっちの方に、この、流れをね、運の流れを流して、で、この、僕はこう、一般の生活ではこう、交通安全で、まあ、運もあると思うんですけど、そっちの方に運気を上げていきたいな、という思いでですね、験担ぎ的に自分はやらせてもらってます。まあ、ワイプアウトは2023年に最後の最後で置いて、2024年は、素晴らしい、サーフィンライフ、生活、人生をね、流れていけるようにしていけたらいいかなと思ってます。今から動画をどうぞ。Trying. I hate you. Don't leave me. I love you.
まあそれが、2023年の最後の動画ワイプアウト特集でした。ありがとうございます。Forgive you.